理学部の細野健人と申します。食ってしまうので、別にここのまでは専修大学3年生。自己紹介お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。お家で言うとケンティさ、はい、この前岡本さんの面接ボロボロだったじゃん。ボロボロでしたね。結構ボロボロでした。ケンティ的にはどう思ってる？なんかコメント欄いいから、なんかまあ笑顔でやっとけばなんかまあいいのかな。いや、あれ採用されないです。まあ、言い過ぎなんですけど、まあ、普通に、まあね、もうちょっと改善できるところあったって岡本さん結構優しくおっしゃってくださってた。ということで、まあ、ここから1週間で、まあ、ケンティの面接を、まあ、徹底的に改造したらうまくなるのかっていうのを、はい、ちょっとこの1週間検証したいと思ってまして、はいはい、1週間全力で面接の改善に取り組んでいただけますか？頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。はいはい、ということで、まあ、じゃあ改めまして今から、はい、1週間でケンティの面接が上手くなるのかということで面接改造企画始めてまいりましょう。お願いします。お願いします。今回見届け人の稲山です。よろしくお願いします。お願いします。で、まあ、ちょっとこの企画でね、1週間通して本気で面接対策すれば面接が上手くなるってことをケンティに証明していただきたいので、ちょっと視聴者の皆さんも最後まで楽しみに見ていただければと思います。めっちゃ変わるんで見てください。いやー、楽しみですね。まずじゃあ岡本さんとの面接動画見て、今からこの1週間でやるべきことを考えていきますか。ということで、じゃあケンティがこれからすべきこととしましては、まあもうありすぎて困るんですけど、じゃあやるべきことはまず自己紹介とガクチカに分かれて、自己紹介は単純に考えて練習する。でガクチカはエピソードを選んで、で構造化言語化して、で練習話す練習をしまくる、この3つで、はい、でまあじゃあちょっとこの1週間を通して自己紹介が上手くなり、かつガクチカもスラスラ話せて深掘りされても答えられるっていう感じのを目指していきましょう。最強ですね。ケンティできるかな？できますよ、楽勝、はい、こんな任せて。おい、えぐいな。これでケンティがガクチカ話すの上手くなったら、もう視聴者の皆さんにとっても希望の星というか、確かに、うん、ケンティみたいないい意味で普通の就活生でも本気で頑張れば変えられるというところ、ね、そう、超変わるんで僕、はい、はい、ちょっと楽しみですね。ということで、1日目エピソード選定をやっていきたいと思います。稲山さん、お願いします。しゃす。ということで、置いてやりましょう。はい、お願いします。ということで、じゃあまあエピソードの選定ですね、はい、ケンティ前回何話したっけ？前回はなんか勉強団体、うん、で、あの団体の朝活部っていうコミュニティの促進、うん、で、飲み会開いたみたいな、何か飲み会開いたって言うと聞くが悪いんで、うん、促進促進ね、なるほどね。はい、ということでね、1日目エピソードの選定やりましたね。やりました。まあ、岡本さんにエピソード変えてみようっておっしゃっていただいたんで、まあ、ケンティが、まあ、学生時代どんなことをやってたかっていうのをとりあえず洗い出してみたんですよね。そうです、はい、で、あったのが飲み会と公認会計士の勉強と、まあ、長期インターン今やってるものを聞く、この3つがあって、はいはい、公認会計士の勉強を途中でやめちゃったんで学知科に使えないということで、はい、長期インターンのエピソードから探していくことになりました。長期インターンでやってたこととしては何があったの？3つあって、インサイドセールス、 TikTok の運営で、マニュアルの作成、うん、そうですね、この3つをやって、まあその中で、チーム巻き込んだりとか一定目に見える成果が出てたのがマニュアル統括だったというところで、今回使うエピソードとしてはマニュアル統括のプロジェクトを使おうってことになりましたね。そうです。はい、こんな感じでエピソード選んで1日目は終了です。終了です。はい、朝8時です。はい、今からガクチカ整理していきます。ちょっとね、忙しいんですけど、ちょっと朝とか夜とかに隙間時間塗ってちょっとやろうと思います。お願いします。お願いします。さあさあさあ、ということで2日目は選んだエピソードを綺麗に整理しましたね。はい、で話す文章を作ったって感じです。はい、話す文章を作りました。ちなみに、あのケンティは朝9時から夜17時ぐらいまで長期インターンの業務があったんで、もう朝早い時間か夜遅い時間しか面接文章当てられなかったんです。そうなんですよ、はい、だからもう僕も眠い中目を起こすって朝8時のオフィスにやってきて、うん、まあ、こんな感じでエピソードの整理をしてました、はい、眠かったですね。いや、マジ眠かったね。ありがとうございます。はい、で、どんなことしたんだっけ？話す内容を、背景、取り組み、結果みたいなことに整理したんですね、うん、何言ってんだこいつみたいな感じになっちゃってたんで背景、取り組み、結果の3つにまずは枠組み作って、はい、そこに情報を整理したって感じでしたね。そうです。背景っていうのは前提とか状況の説明で、取り組みは目標で、どんな施策を打ったのかで、結果は定性定量で、まあ、こんな結果がありましたっていうのを情報として落とし込んでいきました。3日目は初めて話す練習しましたね。はい、あの予定合わなかったんでオンラインでやったんですけど、ケンティの自己紹介のね、もう悲惨さをちょっと皆さんに見ていただきたいのでちょっとここをご覧ください。はい、私専修大学3年生の細野健人と申します。まあ、学業では結構学業言わない方がいいですね。主に結構長期インターンや、長期インターンで、
いや恥ずかしい恥ずかしい、いや恥ずかしい、もう本当僕この自己紹介聞いた時この企画頓挫するかなと思って絶望したんですけどまあけど初めてやっぱりあの話すっていうところで緊張してうまく話せないっていうのもあると思うんでね、あのあと1時間とか2時間ぐらい練習したんですけど、こんな感じで、まあ、3日目は初めて話す練習をしました。で4日目は対面であの僕と一緒に練習して、5日目はケンティが1人で、まあ、話す練習をしてっていう感じでやっていきました。6日目前日なんですけど、はい、その日はスーさんと面接練習してもらいました。はい、はい、もう夜の21時とか22時のもう夜遅い時間にやってくっそ眠かったんですけど、眠かったですね、はい、スーさんに時間もらってやりました。ありがとうございます。スーさん、ケンティの面接見てどうでした？何点？まあ内容はこの時期の面接にしたら70、いや、まあ、全然深掘りできてないからさ、はにゃはにゃって思うところが多かったから60、70点、70点も取れたんだぐらいだと私は思った。ただやっぱりケンティはパニックっちゃうから、でも自分でも多分何か分かんなくなっちゃうし、なので、まあ、ケンティの対策を考えました。はい、まず面接官の人に、僕はちょっとパニックっちゃう、もう本当何言ってるか分かんなくなっちゃうので、かなりゆっくりめに話します。なので、まあ、そこがちょっと不快に感じられたら言ってくれたら、もう早く話す方に戻しますので、ちょっと初めゆっくり話してちょっと聞きづらいかもしれないんですけれども、最後まで聞いてくれると嬉しいですって面接の前にまず言う。でそこから面接始める。だからもう面接始まったらゆっくり喋る、はい、練習。はい、で、まあ、スズさんとの面接練習では話す速さがやばいと、速すぎるっていうところで、話す速さを自分で面接で意図的に憶測するためのテクニック的なアドバイスをもらって、まあ、それをあの明日使おうっていうところで6日目は終わりましたね。はい、ということで、まあ、以上で、まあ、6日間のケンティの練習の様子は終わりですね。まあ、ここまで何したんでしたっけ、結局3つあって、はい、エピソードの選定、エピソードの整理、3つ目がその練習、はいはいはい、ひたすら面接練習っていうところ、うん、この3つはやりました。はい、ありがとうございます、はい、で、まあ、前回の岡本さんとの面接は、まあ、まず面接が初めてだったっていうのもあって、うん、まあ、うまく話せないしエピソードもボロボロだったって感じだったんですけど、まあ、それを受けてエピソード選んで、で話す練習もほんとめっちゃやったと思うんでね、うん、やりました、はい、結構、はい、その成果が反映されてるかどうか、ちょっと今からあの実際に面接の映像を見ていただいて、皆さんに判断いただければなと思います。ご覧ください、ご覧ください、どうぞ。はい、ということで、まあ、いよいよ、はい、最終チェック面接というところで、岡本さんに今から面接していただこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。無料匿名無制限でプロに就活相談ができるキャリアモンを運営している岡本と申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。じゃあケンティ、ちょっと意気込みの方はどうですか？上手くなりました。自信しかない。自信しかないですね。これはめちゃくちゃ緊張してるというかね、まだ緊張してるんですけど、ね、ちょっと心配なんですけど、あれ、はい、ケンティがバッチリ決めてくれることを願っておりますので、はい、はい、したら早速よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ではこれから面接スタートしていければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではまず最初に自己紹介からお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、専修大学3年生経営学部の細野健人と申します。はい、学生時代は主にベンチャー企業での長期インターンシップってところにすごく注力いたしました。はい、あの本日僕喋るのがあんまり得意ではないのでゆっくり話すんですけれども、ちょっとそれが不快だったりしたらあの言っていただけるとすごく嬉しいです。はい、とは言いつつ僕の素直とか積極性とかそういうところをあのお伝えできたらいいなと思っております。はい、あのよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、じゃあそれではですね、うん、学生時代に一番力入れて取り組んだことを教えていただけますか？はい、ありがとうございます。はい、学生時代頑張ったことといたしましては、あの先ほど申し上げた長期インターンシップの経験なんですけれども、はい、そこであの全社的なマニュアルを作成した、うん、マニュアル作成 のプロジェクトってところを立ち上げて、それを社員さんとインターン生、うん、8名程度を巻き込んでそれを推進して遂行したという経験があります、うん、はい、もうちょっと詳しくいいですか、あの、はい、話しても。ありがとうございます。お願いします。はい、ありがとうございます。あの背景といたしましては、まあ、社員さん10名程度の会社さんなので、うん、あの教育環境があまり整っていないという状況がございました。はい、実際にそれであのたくさんのインターン生が入ってきた時があったんですけれども、はい、その時にインターン生が何をすればいいかわからないって困っちゃったり、うんうん、困って、で社員さんはそれをどう何をその教えればいいかわからない、その、うん、インターン生がわからないことがわからないところがあって、うん、あの教育コストがたくさんかかってしまった、うん、その教育の非効率性というところ
に僕はすごく問題意識を持ちまして、はい、それでそのマニュアル作成とこのプロジェクトを提案して僕が推進したというところになります、うん、はい、もうちょっとお話しさせていただくと僕が何をしたのか僕が何をしたのかっていうと言いますと3つございまして、はいはい、マニュアル必要なマニュアルの洗い出しというところと、うん、マニュアルのフォーマットの作成、うん、はい、そのマニュアル作ってって言ってもどうやって作るかいいか分からないところがあるので、その型とかを明示したりというところ、うん、で3つ目はその進捗確認の統括というところ、この3つを行いました、うん、はい、でそのコミュニケーションの工夫というところを2点やりまして、その結果といたしましては定性的な結果ではあるんですけれども、僕がマニュアルをリーダーとして推進したことによって完成させて、それで一定教育環境が整ったというところがございます、はい、その経験で培ったその推進力とか巻き込力とか、そういうところを御社でもぜひ活用できればなと思っております。はい、本日はお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ございます。じゃあいくつかお話伺っていければと思うんですけれども、はい、ちなみにどんな会社のインターンシップをされていたんですかね。 ありがとうございます。はい、あと就活系 YouTube を運営する会社のインターンでして、そこで主ないいですか、そこでどういうマニュアルを作ったのかと申しますと、例えば動画作るので、その機材マニュアルとか、全社的なところで言うと、その社内ルールとかがそもそもまとまってなかったので、そう、インターン生が入ってどういうことをすればいいのかところもちゃんとしっかりまとめて、はい、それをちゃんと運用してるっていうところになります、はい、ありがとうございます。かしこまりました。マニュアルを作るという役割として入ったわけではなかったんですもんね、きっと。そうですね、教育環境を整えるっていう手段としてマニュアル作成ってところ、はい、いつもやってるメインの業務は何をやってるんですか。いつも僕ですかね、はい、僕は主に、2点ほどありまして、はい、まず TikTok の運営ってところ、はい、そうですね、そのチャンネルの TikTok の運営ってところと、まあ、その営業、家電とかインサイドセールスとか、うん、そういうところをやってたりします、うん、はい、うん、かしこまりました。ありがとうございます。業務比率としてはマニュアル作ったりもしてたと思うんですけど、それと TikTok と、はい、インサルセールス、はい、この今3つがメインだとしたら、どのぐらいの比率でやってるんですか。はい、ありがとうございます。はい、比率といたしましては、ま、TikTok の運営が、ま、10あるとしまして、はい、ま、TikTok の運営とかが4、うん、で、その家電とかがまた4、うん、で、そのマニュアルの統括とか2というところでございますね。うん、はい、かしこまりました。ありがとうございます。では、また伺えればなと思うんですけど、うん、このインターンシップで、うん、じゃあ、よりボリュームが多い TikTok と営業のことについて伺えればと思うんですけど、うん、TikTok の方はなんかどうなったら成功って感じなんですか。ありがとうございます。はい、すみません、できるだけこのエピソードに関して深掘るみたいな感じでお願いしてもいいですか。こっちのエピソードの方で、はい、他のこと深掘りたい感じですか。はい、オチで言うと、はい、結論、企業って、はい、マニュアルを作れる人を採用したいかっていうと、うん、仕事で活躍できる人を採用したいじゃないですか、うん、マニュアル作って整えたのはめちゃくちゃ素晴らしいと思うんですけど、メインの仕事じゃないここの話をすごく言ってるくれてる感じがしたんですよ。確かに。でも採用されたポジションにおいて最高の成果を出してますって人の方がこっちとしては採用したくなるわけじゃないですか。さらに最高の状態にするんであれば、これが私が学生時代に頑張ったことですっていう風な方が私はいいと思ったんですよ。やばい。私の頭の中ではこのストーリーがあって、多分この方が絶対アピールに繋がるなって分かっていて、仕事での活躍があるんで、動画的にそこに繋がるような情報をヒアリングしとこうと思ったっていう感じでやってました。ありがとうございます。したらちょっと前回の面接を50点とした時に、まあ、今回のちょっと途中で切れてしまってはあったんですけど、学知化の部分とか自己紹介の部分が何点だったかというところを、はい、発表していただければと思います。点数は、はい、65点でした。じゃあフィードバックを具体的にお願いしてもよろしいですか。私の頭の中で完成形で100点とか95点にいくのはあの感じ、うん、あの雰囲気、はい、話していただいたのめっちゃ良くなった点でいくと、やっぱり前回の飲み会をやりましたっていう
話よりもビジネスでの活躍イメージにつながるあのマニュアルを作るっていうところと、かつのマニュアルっていうのはスキルとか経験がない中でもチームに貢献しようとする姿勢が見えてくるっていうようなところとかはすごく良くなって糧になったポイントではあったんですけれども、もっともっとパワーアップできるなっていうようなところでいくと、さっきお伝えした事例みたいな感じでインターンの中のメインは何かというとマニュアル作りではない本業があるという、ここの本業のところでドーンと活躍してるぜっていう方を言ってくれた方が、あ、うちの仕事でも任せたらそういう取り組みしてくれるだろうなみたいな感じのイメージをしてもらえるんじゃないかなと思ったので、そういう部分の話よりもこうメインの話に持っていけた方がいいんじゃないかなと思ったのと、あと話し方みたいなところで言うと、やっぱりちょっと緊張しちゃうと思うんです。その緊張が伝わってきて、オフモードで話す時の雰囲気、人柄とかが出てる話し方の良さとかが、はい、本来の魅力が伝わりきらない感じになってるのはすごいもったいないなっていう、そんな感じが思ったところですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ガクチカとかのエピソード選びで重要な点を挙げるとしたら何があるか伺っていいですか。どんなを出したかっていうのを洗い出していくと良いかなと思います。じゃあケンティ、まあ、ということで1週間お疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとうございます。感想は、感想はまあ、悔しい悔しいまあやっぱ大人に加入するっていうところが大事なのかもね、面接官っていうか面接の本番の数を踏むっていうことが思いました。ちゃんと緊張感を持った面接でちゃんと場数踏むっていうのが大事かなと思いました。まあ当たり前だけど練習と本番は違うっていうのもね、まあやっぱり目の当たりにしましたね。目の当たりにしました僕も、はい、悔しかった、はい、1週間で大改造はちょっと難しかったけど、難しい大改造の結構大きな一歩を踏む気がしますね。はい、本気で頑張れば絶対進歩はすることが分かりました、はい、いや、はい、それは非常にいい気づきです。ありがとうございます。ありがとうございました。今度こそ面接上手くなるのでお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。ここで仙台リーからお知らせです。期間限定で ES 添削サービスを無料で実施しています。 ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思っている就活生に向けてダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので概要欄のリンクからぜひチェックしてみてね。